松本人批判騒動をリラジ中田の発言自体が時代をくれ今の若手の憧れは千鳥笑い飯の声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月29日、自身の YouTube チャンネルに投稿した動画で、オリエンタルラジオ中田敦彦40が、ダウンタウン松本人志59について、審査員をやりすぎてしまっている、と批判した騒動。 霜降り明星星や30は中田が動画内で相方の粗品30の名前を出したこともあってまっすぐ勝負してないうんこみたいなやつが相方の名前使うな中田と激怒ツイートを投下。それに対して中田の相方の藤森慎吾40が最後の方とかああいうのは打速。なんか不用意に別に煽る必要ないし。 単純にやっぱ目上の人に対してその失礼な物言いはしちゃいけないのかなって俺は思う。と、急遽フォローする展開に。張本人の松本も5月30日にテレビとか YouTube とか関係なく二人だけで話せばいいじゃん連絡待っている。と中田に向けたと思われるツイートをしたが以降もピリついた様相を見せている。しかし、これらの芸人たちの所属事務所、 中田は2020年に退場である吉本工業の内部では意外にも冷めた声で溢れているという。吉本工業関係者はこう話す。今回が初めてじゃないですよ。過去にも中田は松本に対して同じような発言をしているので、私も、あ、またか、と思いました。ただ、中田の提言の内容を見てみると、うまく逃げ切ろうとしているな、と感じました。 彼が批判しているのは松本本人についてじゃないし松本の芸人としての姿ではないですよ。松本を頂点にしたテレビ局の番組作りや吉本の体制を批判しているのです。松本自身も自分が面白くないと言われたらもっとムキになるでしょうが周囲の忖度はどうしようもない。吉本も この騒動で強く抗議などしたら、やっぱり松本への忖度だ、と言われるし、ギリギリの線を狙ってきましたよね。一方で、最近のお笑い界について松本はじめ今日を疑問視する声は、他にもあった。お笑い賞レースで予選の審査員も務める、構成作家の一人は、こう語った。むしろ中田は松本を意識しすぎではないか。と思いましたよ、賞。 一世代前なら松本が崇拝の対象だったのは納得でしたけど、今の若手芸人は崇拝というより語り継がれてきたイける伝説という感じで見ていると思います。実際に20代の芸人に聞いてみると、M の1グランプリを意識しているのは当然ですが、 自分が見ていた時の M の置で活躍していた千鳥、笑い飯というあたりの芸人が憧れの存在なんですよ。松本に関しては、その憧れの芸人のほとんどがダウンタウンに憧れていたというのを聞いて、それで尊敬しているという感じですね。もはや若手芸人にとって、 テレビで見るダウンタウンは、大御小マックであり、スゴーでの漫才師という印象ではないようだ。遠くて高いところにいるのは間違いないと思いますが少し前の感覚で言えば金ちゃんやドリフといった存在になりつつあるのでしょう当然。YouTube で大活躍している中田の感覚すら、意外と古かった